死する勲章は、スコットランドの最高勲章。正式のタイトルは、ザ・モースト・エンシェント・アンド・ノーブル・オーダー・オブ・ザ・シスする。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国に、おいては、イングランドのガーター勲章に次ぐ2番目に、高位の騎士団勲章である。ヨーロッパの騎士団勲章は、中世の騎士団に由来、あるいはその制度に習った英典で、 騎士団へ入団することが栄誉であり、気象はその団員証として授与されるものである。すなわち、この勲章に叙勲されるということは、失する騎士団への入団を意味する。日本語では、あざみ勲章、失する勲章または、失する騎士団もしくは、失する騎士団、あざみ騎士団と表記されることもある。また、現在のものが制定される以前にも、同盟の勲章が存在していたため、 区別するためにその時代のものをアザミ勲章と表記している例も見られる。1822年のスコットランド訪問に際してハイランダーの衣装に死する勲章を着用したジョージ4世。その制定日時は定かではない。伝説の一つでは、809年にスコットランドの赤いイウス王がシャルル・マーニュ帝との同盟に際して設けたとされている。809年説にはさらに、 ウェストサクソモーとの戦いの前夜、赤ユス王の夢にセントアンドリューが現れ、翌日の戦いに勝利したことから、これを記念して制定されたとの説もある。そして、現行勲章の守護聖人もセントアンドリューとなっている。一方、アザミをスコットランドの国家に制定したジェームズ三世が勲章も制定したという可能性も否定できないともされている。百三十五年には、 孫のジェームズ5世が、フランス王フランスは一世へ、オーダー・オブ・ザ・バリオアセッセルを送ったという記録が残っている。しかし、これらは正式な記録がないことから、あくまでも伝説に過ぎないとの見方もある。また、15世紀から16世紀、あるいはそれ以前からスコットランドには、複数の勲章が存在していたが、そのうちの赤ユス王が制定したセント・アンドリュー勲章と、 ジェームズ3世が制定したアザミ勲章が1687年に統合されて、失する勲章となったという説もある。その後スコットランドの勲章は、宗教改革期には、運用が停止されていた。1687年、イングランドスコットランドアイルランド王ジェームズ2世は、スコットランドの英典制度を全面的にリニューアルし、失する勲章が正式に制定された。そして、 政治及び宗教に関して国王に組みするスコットランド貴族へ送られた。しかし、翌年の名誉革命によるジェームズ2世の敗因に伴い、失する勲章は一旦廃止された。1703年、アン・女王によって失する勲章は復活した。そして、初期のハノーバー朝においてはプロテスタント。一方、ジャコバイト側でも1715年と1745年の 反乱の際、ジェームズ・ローシン王とチャールズ・ジャクシン王親子により、失する勲章の叙勲が行われた。1822年、ジョージ4世が英国王としては、ジャコバイトの乱以降を初めて、スコットランドを訪問した。この際、国王が着用したことにより、失する勲章の権威は復活した。1827年、ジェームズ2世以来12名だった。 騎士団の定員が16名に増やされた。X 型の十字架に貼り付けにされたセイアンデレ。この個児が X 字型のセントアンドリュークロスの由来になった。騎士団のモットーは、ネモミー・インプ・ネレ・イセセット。勲章は大樹の色からグリーンリボンとも呼ばれる。死する騎士団員の称号は男性がナイト・オブ・ザ・シスル、女性がレディ・オブ・ザ・シスルで、 騎士のポストノミナルレターズはそれぞれ KT 及び LT と表記される。守護聖人は、スコットランドの守護聖人でもあるセントアンドリューで、新たな助勲は、セントアンドリューの日に発表されている。騎士団の礼拝堂は、エディンバラにあるセントジャイルズ大聖堂のシスルチャペルで、新たな騎士の助任式等のセレモニーがここで行われる。チャペルの壁には、騎士のバナー、ヘルメットとクレスト、 およびプレートが飾られている。ガーター勲章がイングランド人以外の連合王国民や外国元首にも贈られるのに対し、現行の死する勲章が、スコットランド人の血を引く者以外へ授与されることはなく、外国元首としては、ノルウェーのオーラブ5世への授与が唯一の例外である。女性も叙勲されることは、王妃でさえほとんどなく、ジョージ6世妃エリザベス・ボーズ・ライアンが叙勲されたのは、 スコットランド貴族の出であることによるもので、非常に稀な例である。正式に女性への助訓が制度化されたのは1987年のことである。大受賞と聖賞を着用した、スコットランドの初代倫理ス号公爵ジョンホープ。軽職は、植民地の行政官や総督を歴任して授与された、聖マイケル、聖常寺勲章のもの。勲章は、軽職とその希章。 聖称及び大受章から構成されている。その他に騎士団の製造として能力色のローブと帽子及び赤紫のフードが定められている。軽色は騎士団の製造以外には通常着用しない。軽色はあざみがモチーフとなった金の鎖で先端にセントアンドリュークロスを抱えたセントアンドリューの希少がつく。大受章はモットーが刻まれた缶の中に セントアンドリュークロスを抱えたセントアンドリューが廃され、緑のサッシュで吊るして廃用する。廃用の際は大受章は、左肩から右腰にかけるが、これはその国における特別な勲章を廃用する、際にのみされるものである。イギリスでは、ガーター勲章と失する勲章のみが、左肩から右腰にかけられ、G の聖パトリック勲章並びに、バス勲章ナイトグランドクロス章、 およびそれ以下の勲章の大受章は右肩から左腰にかけられる。聖章は中心に尻尾であざみの花が描かれ、円にモットーが刻まれた金のメダルが後天に配された銀星のセントアンドリュークロスの背後から銀色の光線が出ている構成である。ありがとうございます。